じゃあ、早速ですね、マスリー高山が今度は事前登録で手に入るローを使ったという、はい、使ってのプレイということでちょっと皆さんにお見せしていきたいと思います。はい、今鈴木さんの右下にですねマスリー高山がですね、はい、使ってますね。いますね、はい、ローですね、はい、ローは奇襲タイプになるので、奇襲にちなんで敵をどんどん状態異常にしたりとか、はい、敵をですね、攪乱する技を結構使うようになりますので、はい、まあ、ぜひこの辺も、ゲーム画面でご確認いただければなと思っております。そこが注目ポイントですね、はい、で僕はチョッパーで回復どんどん今回させていただきますので、はい、あの前回ね、やられまくりましたので、ね、ちょっと回復が、はい、だいぶ必要です。そうですね、各々、はい、役割があるので、はい、鈴木さんがバンバン前に行っていただいて、はい、僕が回復して高山くんが奇襲をかけるっていう。なるほど、はい、これこそ3人でやれるようにプレイですね。はい、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。行くぜ、やろうども。おーし、出発だぜ。このね、掛け声がね、なんとも合わない感じがね、ね、チームワークバラバラですね。バラバラですよ、初共演感がね。初共演感が。ういういしさ。ういういしさ、本当に。ね、なんとなくね、高山マスターの高山と似たものをするような感じがしましたね。はい、始まりました。はい、始まりました。ルフィはどんどん前に来ます。そうですね、ローも、もうルフィについていってどんどん進んでください。ルフィが、なんかあの敵をどんどん集めていきますね。そうです。そう、前に進んでいくと、あれですかね、こいつら来るってことですかね、ボコボコ。ルフィの真ん中のルーキーの気合が敵を引きつけるっていう効果もあるので、はい、これですね。使うとどの敵がですね、なるほど、鈴木さんのルフィに集まって、了解です、今使ったので、じゃあその間に僕が騎士をかけて、はいはいはい、見事にチョッパー見えないですね、後ろの方にいる。やあの僕がやられちゃうとみんな回復できないので、はい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 、僕はもう遠くで見守ってます。じゃあ危なくなったら回復をそうです、ね、はい、していただくってことで、危なくなったらチャットアイコンのやばいを押してください。ああ、じゃあ僕回復するので。了解、チャットアイコン出しておけばいいのか。そうです、はい、はい、あれ結構減ってるんじゃないですか。いや、まだ大丈夫ですか。まだ敵が今なんかダウンしてますね。なんかそうですね、今ダッシュのチャンスなんじゃないですか。です、ね、あれロー風やびしてる。あれロールーム使ってますよ。全然気づかなかった。敵を上手に飛ばしてますよ。あ、なんか使ってる、ね、ローなんか使ってる、今ってます、ね、あれがルームなんですね。ルームの範囲内の敵を、はい、攻撃できるので、はいはいはい、ローは結構広範囲の技を使えるので初期ではなかなかおすすめなキャラです、ね、はいはいはい、敵をまとめて攻撃できるとなかなか、ね、そう、ラトリングとかこうやってやっちゃうと全然いないところに行っちゃうの。鈴木さん、どこに行くか。いや今ちょっとあれ、高山ピンチ、回復しますよ。僕もやばい、回復しましたよ、回復ありがとうございます。まだ半分ぐらいしか体力ないですね。やばい。で、僕はもう一個技があってですね、はい、鈴木さんの近くでもう一つ回復技があるので、これちょっとまた近づいて発動します。と言ってる間にクマですね。クマ来たですね。ボスキャラですね。ちょっとクマ、でかいですね。一時ナソリウミクマメ。ちょっとそれ別の弊社の場所の。そうですね。あ、万能薬。回復です。おー、回復。パスタ回復しました。いいですね、そう。あ、シャンブルズ来た。それでかなり広範囲の敵を攻撃できる。で、あ、どんどん落ちてきた。吹っ飛ばされてたんですね。そうなんですよ、はい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 。シャンブルズで敵を吹っ飛ばす。なるほど。で、僕チョッパーで結構前に行けすぎて。そうですね。そうですね。僕がやばい。見た中差がやばい感じになってます。あ、フィーバーで。あ、フィーバー。フィーバーでどんどん僕が。回復しますよ、フィーバーで。ピタチューさんのピンチです。フィーバー中に回復しますよ、皆さんはどんどん。あ、そうですね、フィーバー中だから回復しまくれるんですね。回復しまくれるんで、僕本当にフィーバーで回復しまくりますよ。おっ、押した、やったー。ちょっと今完全にカメラ回ってるの忘れてて、いや、普通に楽しんじゃいました、ね、普通に楽しんじゃいました、ね、いやでもやっぱローのシャンブルズは、はい、そうですね、本当にかっこいいですね。一瞬敵キャラが消えてしまったんで、はい、どうしたんだって思ったら上から落ちてくる、ガーンと落ちてくる、はい、落下の時にダメージ、はい、ロー強かったんじゃないですか。今かなりいい感じで進みましたよね。ローはなかなか強いので、はい、ぜひ皆さん、事前登録して入手していただきたいと思っております。はい、では鈴木さん、どうでした今回はですね、はい、各キャラのタイプを見ていただいたかなと思うんですけど。はい、そうですね、1回目にやった時はとにかく攻撃をしていく、どんどん前にっていう感じだったんですけれども、まあ、僕自身は今そういうプレーをしたんですけれども、まず回復してもらえるっていうのがちょっと安心感に、うん、あったり、後ろの方から、ね、支援してもらえる、あと
ローのあのシャンブルズみたいな、はい、おーすげーっていうような技が見れたっていうのはちょっと今回やってみてさらになんか面白いポイントだったなと思いました、ね、はい、僕が鈴木さんの画面に映ってないと思うんですけど、はい、僕はずっと回復をしてたという、そうですね、そうですね死なないように僕が回復をしてたので、はい、万能薬でどんどん回復してもらったり、あの回復してるっていうストームフィーバーで何回も回復してもらえるの、はい、あれもいいですね、そうですね、言ってても安心だなっていう感じがしました、はい、途中チョッパー前出てちょっとやられそうでしたちょっとあの、はい、つい出たくなっちゃう出たくなっちゃいますよね、はい、活躍しなきゃっていう、はいはいはい、わ、はい、かりました、出てくるので、はい、はい、ということで、今回鈴木さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、いやいやいや、なんか終わりみたいな雰囲気になってますけども、終わりですけど、このね、この俺様がですよ告知だけのために来たと、そんなわけありますかという話ですよ、あなた方でちょっとね、ちょっと聞いてないんですけど、どういうことですか、これは、いやいやいや、こんなね、ここまで見てくださったね、あの、はい、視聴者の方々がブーンでこれだと終わっちゃいますよ、もっとやっぱりね、うん、うわーって、はい、そういうちょっと情報が僕は欲しい、なるほ ど情報ですか、情報もしくは何かやっぱりね、もう情報もぶっちゃけでもいやらしい言い方すると報酬俺ここ出てるんだもん、そうですね、もう生々しい感じ、はい、なんかもうそうですよ、やらんてやらんてやらんてはどうなってるんだって話ですよこの動画からね、はい、何を僕はもらえるんだろう、うん、じゃあこうしましょう、はい、次ですね、高難易度のクエストにちょっと挑んでもらいます、はい、高難易度難しいってことですね、はいはいはい、なかなか勝てないものです、はい、なので、はい、これにもし、まあ、僕ら、まあ、鈴木さんが挑んで勝てたら、はいはい、考えましょう報酬を、お考えましょうってなんかすごいあれですよ、よく聞く考えただけとかそういうのダメですよ前向きに検討します、はいはい、すごいなんかあれですよ、全勝しますってすことじゃないですよ、ちゃんと何か出してもらいますからね、はい、勝てた暁には 勝てたらですよ、今バーソロナーソロミュークマじゃねえやどっちが本当だかわからないバーソロミュークマにね、はい、今だいぶ余裕な勝負でしたからね、はい、じゃあ次ですね、はい、ぜひ、ハードなミッション、はい、高難易度クエストに挑んでもらいましょう、はい、もしやりましょう、はい、はい、では手抜かないでね、もちろんですよ、はい、もう挑むからの全力で、本気で、はい、全力で挑みます、行きましょう、はい、はい、よろしくお願いします、はい、Vジャンプチャンネルご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらからお願いします。スマホの方は概要欄から、よろしくお願いします。